はい、阿部ちゃんです。弥生県。はい、俺ね、結構普段ね、プライベートでも弥生県行くんだけど、隣にいるね、おじさんとかがもうよくね、弥生県でお酒飲んでるのよ。でね、結構おつまみをね、結構100円台でめちゃくちゃ安いのよ。やっぱ定食屋さんだからさ、おかずが美味しいじゃん。美味しいおかずをおつまみにお酒を飲もうじゃないかということです、今回は。はい、ということで、じゃあもう早速行きましょうか。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、ということで来ました。もうね、おつまみと飲み物頼んじゃいました。ハイボール頼みました。はい、ちっちゃい氷なのよ。つぶつぶ氷。そう、じゃあ乾杯。お疲れっす。うわ、濃い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 だね。濃い濃いですよ、これ。いいよ、お前大好きだ。喋りかけちゃった。これが弥生県クオリティ。さすが。じゃあちょっと早速メニュー紹介しましょうか。いいね。メニューこんな感じです。おつまみ紹介しましょうか。はい、はい、こちらです。こちらでございます。いやー、いいですね。はい、こちらイカの唐揚げ190円です。ミニサバ小鉢130円、卵焼き190円。うまそう。はい、こちらネバトロ小鉢230円です。よし、じゃあ早速食べましょう。このさ、卵焼きえぐくない？いや、キラキラしてますよ。キラキラしてるよね、卵が。いただきます。うんまっ。しょっぱいやつ。しょっぱいやつだ。うん、本当だし巻きって感じ。ありがとうございます。おー、うまい。いいよな。この甘いやつじゃなくて、うん、しょっぱいやつ。これご飯に合うし、うん、お酒にも合う。最高。はい。はい。あー、濃いな。めっちゃうまそうだね。うん、うまっ。あ、うまっ。柔らかいか。そうですね。うん、柔らかい。いやー、つまみだな。つまみだね。これはつまみだ。これも結構味濃くてさ、うん、お酒に合う。お酒じゃん、もう。これ酒です。これね、言いたかったのよ。はい。弥生県っていうのは定食屋じゃないんですよ。え？居酒屋です。これまっすぐな目で。居酒屋ですよ、皆さん。これが100円台で食べれて、うん、お酒も飲めたらもう居酒屋ですよ。濃いし、うん、これすごい。サバでもいただこうかしら。ね、今日はこれもつまみとして。つまみじゃないですか、こんなね。ただじゃあいただきますよ。あー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 、抜群。抜群。うん、皮がパリッパリでいい感じの塩分。うわー、めっちゃうめえよね。まあ、うまい。一番だね、俺。一番、これ一番。わさびもいいね、ちょっとピリッと、うん、そうで、皮がパリッパリしててちょうどいい塩分。すごい脂も乗ってて、こんなもん酒じゃん。はあ、この濃いハイボールがまた最高。わさびがいい。そう、ツルンとくるわさびがアクセント効いて、この海苔もいい。全部いい、全部いい。絶対にここは酒飲んだ方がいい。あー、酒です。酒です。酒ですぜ。こんなネバネバしてるの一番好きよ。じゃあネバトロいただきましょう。行きましょう。いただきます。うわー、うん、大好き大好き大好き。これ、うん、うまっ。鶏のささみかですね。うん、うん、まいや、うまいわ。うますぎ。全然醤油とかいらないですね。うん、味すごいついてる。ちょっと梅が入ってるさ。はいはいはい、梅っぽくて美味しいね。これも酒よ。いやー、米食いたいなー、ご飯と。これ正直ちょっと米との相性が一番いいかも。いいですよ、全体。うん、あー、いや、すごい。全部うまい。全部うまいね。うん、酒しか進まない。そう、うん、居酒屋ですわ。
あら、食べなっちゃった。会員。いやー、いいね。会員。じゃあもう一杯頼もうか。アルチューシャラシャラ。アルチューシャラシャラ。はい、ということで2杯目でーす。イエーイ。レモンサワー。よいしょ。どこ？はい。バイバーイ。あ、美味しい。うま。うん。うま。甘い。うん。あ、うまいね。うん。なんかちょっとお酒濃くない？濃いですよ。ね、うん、ここはここ濃いよね。濃いすっごい濃い。サービスがすごいね。でちょっとね、忘れちゃいけないのが、はい、弥生県といったらのこの漬物。出た。卓上にね、卓上にある無料にある漬物。ああ、そう、つまみ以外の何でもないじゃん。ほんとそうですよね。え、うん、もうお酒にも絶対合うでしょ。いただきます。あ、うまい。うわ、うまっ。早い、早い、2段階できた。うまっ。うわ、俺さ、今までご飯としか食べてなかったの。なんだけど、こう初めて これだけを簡単に食べたら、はい、めちゃくちゃうまいね。めちゃくちゃわかりますよ。めちゃくちゃうまいし、その感じわかる。尺めっちゃ進むよ、こんな。うん、いやいいですね、弥生県。阿部さん、弥生県普通に来てご飯どのくらい食います？7杯ぐらいはかかる。はい、 7? うん。タガミは？いやいや、行かねえよ。タガミはの方行かねえよ。めっちゃ食うじゃん。タガミは？タガミはじゃなくて、タガミは？なあ、その言い方。7? 7は思いつい。7は思いましたね。でも3倍ぐらいは食うかな。いや、やっぱ醍醐味じゃん。そうですよ。弥生県で定食だけでお腹いっぱいになるって。はいはいはい、はい、あら、あら、はい、3人。3杯目。いいですね。ありがとうございます。3杯目もいただきます。はい。よいしょ。やっぱこのね、つぶつぶ氷がめちゃくちゃいいね。ですね。うん。お、いいですね。いいですね。かわいい。かわいいね。3杯目。うん。味噌汁。いや、でもいいね。うん。締め的な感じ良くない？そうです、そうです。うん。100円だもんね。濃いから。酒めっちゃ濃いね。濃いから。うん。いただきます。うまそう。あー、うめー。しみるっしょ。しみる。うまそう。あら、あら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 。お、え、うほほ。めっちゃいったじゃん。あー、かんいいな。買いです。結構食べれたね。そうですね、うん、美味しかったしね、うん、100円内だからね、ほとんどが。そうなんですよ、うん、めちゃくちゃ美味しくて。そう、お酒もね、美味しくて濃いし、濃い、めっちゃ濃い。ということで、2人でお会計2510円です。よっ。あんだけ美味しいおつまみ食べれて、お酒もね、まあ俺は3杯、タガミ2杯飲んで、はい、めちゃくちゃ良かったね。ね、うん、このクーポンでアプリを登録したら無料でもらえるみたいなやつを使って、僕たちはこのミニサラ小鉢を無料でいただいたって感じで、はい、もう何度も言うけど、弥生県はもう定食屋さんじゃないです。はい、居酒屋さんです。そうでした。居酒屋さんですよ。マジでおすすめです。おすすめ。はい、ごちそうさまです。はい、この動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、バイバイ。バイバーイ。